ライバルのゾーンから出てきますと、このような光景になると思います。まずですね、こちらに5個両替の銀行の両替が並んでおります。こちらはですね、ほぼセイムレートでございますんで、いちいち調べて見なくても一緒ですんで、ついてるところに進んでください。ただ最後の1ルピーとかそれぐらい違うかもしれませんけども、あんまり大差ないんで。そしてこちらにはですね、 ATM がありまして、こちらでお金下ろすことができます。そしてこちらがですね、だいたい5つ星ホテルのですね、タクシーカウンターがありますね。シャングリラとかシナモンとかですね、タージ、キングスベアリーとかマリノビーチとか泊まる場合はですね、こちらでピックアップになります。そしてトイレはあちらの奥にですね、トイレはあります。そしてこの上がですね、フードコートになってまして、パンとかケーキとか食べられるんですけども、こちらにはお水なども売ってますんで、ぜひご利用ください。あとはあちらにシムを売っている会社があるんですけど、ダイアログがですね、左端と右端もダイアログですね。ダイアログがやっぱり一番人気なんで2つ、はい、そんな感じで、こちらでですね、両替を済ませましたらですね、こちらが合流ポイントになります。こちらでですね、お出迎えの方が、ツアーの場合ガイドさんとかね、旅行会社の人とかドライバーさんとか、こちらで待ってると思います。そしてこちらが、タクシーカウンターになってるんですね。ここでいろいろ会員を受けると思いますけども、私もそれはいつも相棒タクシーさんなんで、こういう感じになっております。はい、で一応あちらにもね、トイレがあります。そしてこちらが出口になってますんで、出口ですね、ということです。こちらから出たら OK でございます。スーパーもありますね、あそこに。はい。